イギリスが EU を抜けるニュースというところから引っ掛けて話すとですね、まあ、これいわゆる終わりの始まりというふうに言われます、出ますよね。EU というですね、なんでしょうね。あれはヨーロッパが作った国連みたいなもんですよね。つまり、世界大戦の世界というのはヨーロッパのことでですね、彼らの勝手な言い方なんですけどもですね、世界が平和に、つまりヨーロッパの国々が平和に暮らすのにどういうふうにすればいいのかというと、まあ、世界統一しかないと。で、まあ、いろんな国は、遅れてるからですね、国際連合みたいなバラバラの国が集まるだけのところなんですけども、私たちはですね、世界に先んじて、さすがそこら辺はですね、なんでしょうね。自分たちの内輪もめのことを世界大戦という国々だけあってですね、地球の中でですね、先んじて我々がですね、国際連邦を作ってしまおうというのがですね、EU の実験なんですね。なので、EU の圏内ではですね、人も物も行き来自由で通貨も統一するというのはですね、実はあれは人類のですね、統一帝国、地球というですね、一つの、国を作るための、大規模な実験だったというふうにも言えるんですよ。それはもう地中海統一の頃からですね、ギリシャ・ローマ時代からのですね、ヨーロッパの巨大な夢というやつですね。僕らにしてみればですね、なんとなく日本人はそういうのはいずれ国連が、温度をとってですね、地球という一つの政府になると思ってるんでしょうけども、実はヨーロッパの人たちっていうのはですね、EU っていうのがですね、モデルケースだったんですね。まあ、それが、失敗してしまったということなんでしょう。で、EU はですね、もともとはですね、第一次大戦、第二次大戦をですね、二度とですね、ヨーロッパ戦争を起こさないためにできたシステムなんですね。では、そのヨーロッパ戦争、特に第一次世界大戦はですね、なんで彼らにですね、EU を作らせるほどのですね、トラウマって言ったらいいんでしょうかね。そう、ショックを与えたのかという話から始めようかと思います。まあ、ニュースずっと追っかけてるとですね、イギリスのですね、EU 抜けに関してイギリスの若者が怒ってるそうです。老人がですね、イギリスの未来を台無しにしたと、選挙やり直せというふうに言って、でですね、まあ同じことようなことを言う日本人も多いんですけどもですね、こういう単純なですね、悪者探しっていうのはですね、あんまり僕は頭悪くなるからお勧めしないんですけれども、同じようなことを言ってる人が海の向こうにもいるなというのは面白い、なんか楽しいと思います。でも、こういうですね、悪者探しをしちゃいかんよと言ってもですね、頭悪いのはですね、若者の特権だよなと。正直思うんですよ。これ真面目な話っていうのはですね、今回の話をまとめるのにですね、僕どうしても昔の自分を思い出さざるを得なくなってですね、20代の頃30代の頃の自分はどんなに頭が悪かったのかっていうのをこう思い知らされたんですよね。